サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、ウェブトゥーンの制作をしている林と、デザイナーの田田と、ゲストの八橋です。今回もこのメンバーでお送りいたします。お願いします。はい、今回は原のおすすめ作品ということで、伊賀和弘さんの劇画の神様、斎藤孝雄と小池和夫の時代を取り上げたいと思います。はい、まずは概要ですね。伊賀和弘さんの劇画の神様、斎藤孝雄と小池和夫の時代ということで、サイズ社という出版社から2024年4月30日に発売されました。お小遣い上はね、5月21日になってますけどね。はい、でこれどっかに連載されたっていうわけではないんですよね、おそらくね。描き下ろしの単行本なのではないかと思いますが、どうなんだろう。書いてないですね。ということでございます。はい、はい、それでまずはこの作者の伊賀、和弘さん、という方なんですけれど、はい、奥付けとかに、略歴載ってまして、ざざっと読み上げますけれども、1952年生まれ、山形県南陽市出身、高校卒業後の1970年斎藤孝雄プロダクションに入社、劇画の手ほどきを受ける。1972年に小池和夫主催のスタジオシップ、現、小池書院に移り、数々の作品を発表。70歳を超えた現在も劇画家として活動している。著作に、ベシタ君、王将平八郎、実録大阪暴走族列伝、神風連合でいいのかな、日韓連合の対決編小池和夫原作、将軍のボディガード、鬼、類弾、愛国戦争、レイザー、刈谷哲原作、ドン、狩猟と書いてドン、同県出身の小説家、なるみたけし、原作、美女斬り、レイザブロー、田山幸則原作、田山幸則パチプロ日記、など多数と、こういうふうになっておりますね。で、この作品なんですけど、まさにその略歴の最初の部分で言われてた斎藤孝雄プロダクションに入社、それからあと小池和夫主催のスタジオシップに移りっていうね、はい、その辺のことを中心に描かれた作品となっております。はい、で、作者の伊賀和弘さん、1952年に山形県南陽市生まれで、高校3年生の時に週刊少年マガジンを読んでいて、憧れの斎藤孝雄の斎藤プロダクションがアシスタントを募集している、はい、そういう広告を目にするわけですね。で、実技の一次試験に無事合格し、東京で行われた二次試験にも、まあ、合格する、はい、で応募者約、200名に対して合格はわずか4名というすごい狭き門だったわけですけれども、はい、そこに、合格したわけですね。で、家族を説得することにも成功して、伊賀和弘さんは高校卒業後に晴れて斎藤プロで働くことになると。でこれが、彼の長い劇画人生の始まりとなるわけです。でそれからというもの、彼は斎藤孝雄の下でアシスタントとして研鑽に励み、後には小池和夫の下で漫画家として活躍することになると、こういう、作品でございますね。はい、で、全12章の、構成になってまして、そのところどころにコラムが入ってます。劇画コラムってね、7つ入ってるんですけど、で巻末には、かつてその斎藤プロで、一緒に、働いていた山崎ひろみさん、との対談も収められていると、そういう本でございます。はい、まずは皆さんの感想を聞いてみたいなと思いますが、八橋さんいかがですか？はい、そうですね、ここの領域はちょっとですね、漫画好きなんですけど遠ざけてたんですよ。あ、そうなの？何故？何でかっていうと、はい、掘ると絶対面白いからですね。あ、そうなの？読むものがもうたくさんあるし、普通に、あの、ね、なんか一個砂金が見つかったぞじゃなくて、はい、もう明らかに鉱脈があって、あ、なるほど、ここはハマるとちょっとやばいぞっていうところで考えて、で案の定ちょっと私こう観光客気分でこの作品に触れて、はい、まんまと今日ちょっといろいろ買ってきたの。あ、買ってきたんだ。それからすごいな。はい、やっぱそのなん、まあ、墨絵で描いた背景とか、うん、この顔の力強さとかですね、うん、そういうなんか黒く立ち上ってくるようなものがこう、なんか性のエネルギーとして感じられるような。なるほど、はい、あの前いらっしゃった島村さんとかは多分苦手なタイプまさに絶対そうだよそうだねという感じかなっていうふうに思うんですけ ど、私はこういう作品なんで、谷口二郎さんの、
青野選手とか、はい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 、ああいうのがすごいこう確かに、ね、読みたくなるタイプ。なるほど。私としてはもうドンピシャのところで読んでしまったっていう。ちょっと知ってしまったなっていうところと、なるほど、あとまあ歴史がやっぱりこう知れるっていうのは大変にその、はいはい、面白かったなっていうところで、うん、まあ、夏目先生の回で聞きたかったなみたいなところもあってですね、はい、っていう感じで、はい、あのなんですごく楽しく読ませていただきました。はい、とりあえずそのところです、はい、ありがとうございます。林さんいかがでした？本当に弟子入りって感じですよね、この時代の。はい、そうですね。で、こう、かつていろんな我々はその、巨匠に挑んだこう新人漫画ものを結構いろいろ見てきた。ああ、なるほど。藤子先生とか、手塚先生とかさ。はいはいはい、やっぱちょっと劇画は違うよね。ああ、ちょっと違うかもな。あの時代的には後なんだけどね、うん、その辺に比べると。うん、やっぱその師匠。はい、ついていきますずっとみたいな職者組織の、まあでもちゃんとあの、ね、給料は出てるけど、ね、あ、そうそう、やっぱその一本当にその斎藤中野さんが作ったその、うん、みんなで作るというかその、はい、スタジオシステムっていうのもあると、うん、との違いもあるとは思うんですけど、うん、ここのなんかこう濃い人間関係っていうのが、うん、そのこの一作を通してずっと好きなく、はい、便所掃除とお茶出しから始まる、そうそうそう、なんか斎藤隆夫先生敬愛しておりますみたいなのはすごく感じましたね、微妙に。わかります、わかります。斎藤システムの信奉者みたいな、そう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 、読み書きそろばんキャラクターですね、うん、みたいな、そう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 、システムがもうどっちに入っちゃってる、はい、そうそうそう、確かに。だからそこのなんかこうやっぱ劇画たるものこういうもんだよなみたいなのは、うん、オフでさえっていうのはすごく面白かったなと思います。あ、なるほどなるほど。ひとまずはこんな感じです。あ、とりあえず、はい、はい、ありがとうございます。多田さんいかがでした？あ、面白かったです、うん、で、何ですか、それこそ林さんもおっしゃったように、うん、まあこの話自体は、まあ、あの斎藤拓夫プロに入って、うん、で後半からマッサージをシップに、うん、あの、うん、転入してですね、あの小池和夫さんの原作や下で働くことが多いということで、はい、まあ半分半分ぐらいっていうか、そうだね、まあ、あの後半の方が長い感じですけど、うん、両方パッとね見ると斎藤隆夫さんの絵がバーバーンってすごいインパクトで強い人になってるんで、そう思うかもしれないけど、裏側は小池さんの顔があるんで、うん、この2人が、まあ、メインのキャラクターになって登場する、はい、なんかそカバー外すと逆になってんだよね。ああ、表一の方が小池和夫でしょ。あ、本当だ、気使ってるな。だからこれがさっき言ったこのギリがたい感じですよ、会社組織として、はい、そう、礼を礼に始まり礼に終わる感じそうかな。でも林さんの言うことは分かります。なんかこう絵を見てパッと見てやっぱりそのこの二人の信奉者で、うん、とにかくなんて漫画全体が感じるのは生真面目さ。あ、なるほどね。絵自体もすごいきちっと描いて、ね、なんか端っこ端っこまでちゃんと描く生真面目さまがビンビン伝わって、はいはい、それがある意味この何ですか、新人として入って、うん、劇画を志す若者のとすごいシンクロして、ある意味で絵と何ていうの、漫画がすごく一致した作品だなと思いました。すごいその生真面目さがなんか出てくるこの主人公、まだ志したばかりの田舎から出てきた漫画少年、うん、伊賀青年の気持ちをすごく表しててですね、うん、そういう意味ではなんかこうすごくこう漫画とマッチしてるなと思いました、うん、で何ですか、以前にねその劇画の話した時、その、はいはい、劇画漂流とね、そうそう、うん、あの劇画漂流取り上げた時 も、うん、もう俺たちの斎藤隆夫の気候にみんな釘付けになってた爽快感があるんですよね。そうそうそう、こう出た豪快エピソードみたいな感じで読んでたわけですけど、まあ辰巳さんの方はそのなんですか、ストーリーテリングや構成みたいな部分での劇画の発展を考えたわけですけど、はいはい、まあ今我々が考える劇画でイメージする絵的な劇画、うんうん、という意味ではすごくその直系にある絵ですよね。そうですね、うん、ある種のなんかこうこう言っていいのかどうかわかんないけど、厚苦しさみたいな、厚苦しさもあって、うん、緻密さとかね、緻密さもあって、うん、で決め顔で斎藤隆夫がバーンって話すときはすごいシルエットがドーンみたいな、そうそうそう、眼圧がすごい眼圧がすごいみたいなそれさ、あの斎藤隆夫もそうだし小池和夫もそうなんだけど、なんでこう扉をバーンって開けてね、えらいことになったぞみたいな感じで入ってくるのかみたいな俺はこれそれだけでも大好きだけど、これ先の人というか型があります、ね、型があるこの二人がえらいことになったって言い出すとちょっとワクワクする本当に
来た来たって、うん、そうそうそう、そうなんですよ。だからこのなんていうの、いろんな劇画のなんていう書き方とか、うん、あのそのいろんな新人が出てきてっていうその歴史的なところもちゃんともこういろいろ書いてあって、ね、これから興味ある人が読んでいく部分でも面白いと思うんだけど、うん、漫画として面白いなと思うっていうか来た来たと思うのはやっぱこの斉藤孝夫と小池和夫という怪人ですよね。2人の怪人、それこそさ、でもこの作品って2人の教えとしてのキャラっていうのは結構あるじゃないですか、ね、ありますね、やっぱそこを体現してるような気もするよねお前らが一番濃いんじゃんみたいなこの二人がこの下書きをしなくなったところの顔すごいですよね。いやすごいこれぞドヤ顔ってこれを待ってたんだっていう、そう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 、ダダーンっていう肖像画みたいだもん、なんかもうもうなんでこれをこの生真面目な絵で描いてるから、うん、絵を描いてる人が描いてるから成立するんであって、そうですね、他の人がやったらギャグですからねクロマティ高校になるところを、はい、すごいなんか真面目な感じで描いてるからなんかこうなんていうか成立する、うん、下手したら怒られるみたいなだからまあそういう意味でバランスは難しいと思うんだけど、だから何ですか、あのベレー帽をかぶりながら斉藤プロをね屋上で居合抜きを見せる斉藤孝夫をそれその絵も本当に意味不明で、そのなんで柔道着みたいなのベレー帽をかぶりて革靴入ってるのか、もうツッコミどころしかないっていう、これは本当にそうだったのかは聞きたい俺でも俺たちが見たい孝夫はこれだった、いやまさしくだからそういう意味ではもっともっとここの部分見たかったなっていうのはちょっとあるんですよ他にもいっぱいあっただろうしね、いっぱい、そうそうそう、でも描けないのかなみたいな、ね、この気まじめさまと関係性から、まあ、あるいは撮ってあるのかもね、この次の作品でぜひぜひそこはケチらずどんどん見せてほしいなみたいな感じではありますけど、うん、でその後なんか一鎖なんかね、あの斉藤孝夫のいや実はゴルゴの最終回を決めてあってさみたいな感じで先生教えてくださいそれにも言うなよみたいな、もう終始ドヤ顔なんですよ孝夫はからのえらいことになったみたいなこれはぜひね読んでほしい、読んでほしい本編を、でもここで出てくる、まあ、斉藤孝夫さんはもちろんすごい売れっ子劇画家だから、この後結構ドラマ化とか映画化とかの話でいろんな役者さんの話も出てくるんだけど、うん、まあここの証券の顔が似てねえ似てねえ証券に見えねえみたいなここちょっとこれわざとなのかなと思うぐらい似てないですよね肖像権の問題みたいな分かんないけど、とかいろいろ思うんですけど、まあそういうとこもツッコミも込みで面白く読めるから、でもあのね後にそれこそもう超有名な子連れ狼っていうのが出てきたりして、うん、まあその時の狩谷哲さん、いや和歌山富里の、はい、あの座頭市のお兄さんでございます、はい、はい、まあ、結構ここは結構似せて書いてあったりとかして、ね、あそうなんだ、そういう感じか、ここは結構割と似てるじゃん、でも実際和歌山富三郎だったんだっけ、あです、あ最初はそうです、あう、まあ、あのキャラクターはどんどん変わっていくわけですけど、そうか、だからね元のその拝戸ってこうね痩せててこう上品でっていう感じだったんで、うんうん、この太ったのがちょっとイメージに合わないみたいな感じだったわけですよね、これも話は結構あの何ですか、和歌山富三郎があのトンボ返りして居合抜きを見せた、抜刀を見せたっていうのは何かのエピソードで俺読んだような気がするんですけど、 それを漫画化してるっていうのでは面白いと思うので、ものすごい売り込みっていうやっぱ昔の俳優さんはすごいよね、自分の売り込みもすごいよ、圧がでこういう豪快エピソードをもっとたくさん読みたいなっていう気持ちはちょっとありますよね、うんうん、他にねあの小池和夫はね、はい、まだこっちも嫌い、みんな居合抜きしたがるし、やべえみたいなやっぱ斉藤孝夫がなんか鉄砲ごっこするみたいなやつの延長ごっこだと思うんですけど人を殺しあぐるとかね、そういうなんか豪快エピソードはなんかいろいろありそうなんで、うん、そこもっと聞きたいなみたいな気持ちはありながらも、まあいろんな話ね、歴史の一部分がその信奉者の目からちゃんと描かれるっていう意味では面白い話かなと思って読みましたって感じでしょうか、はい、ありがとうございます、はい、はい、まあ、僕もね、うん、あのこの作品あのまず最初に、X かなんかで流れてきて知ったんだっかな、ああそうなんで、なんかちょっと話題になってて、と思って、で書店行ったら実際あって、で表紙見るとこれあんま漫画っぽく
く見えなくない？確かに。なんか、なんだったらやっぱり、なんて読み物に見えるっていうかね。それにイラストつけたって感じ、ね。っていう感じはするけど、はい、で、中見たら漫画だったんで、あ、そうなんだと思って。中身もこの絵のテンションで描かれてます。そうですね。いや、あの、偽りはないんだよね。偽りはないです、ね。表紙に。はい、そうなんですよね。で、あの、やっぱり、前に辰巳義弘さんの劇画漂流を取り上げて、あれが1960年で終わるんですよね。そうかそうか。で、なんだっけ、劇画工房を作ったんだけど、劇画工房が崩壊するっていう、わずか1年で崩壊するわけですけれども。みんな勝手やりすぎてね。まあ、とりわけ斎藤隆夫がね。そうですね。それで、そこで終わってて、その後のこと、辰巳さんの劇画暮らしっていう読み物はあって、そこで当然知ることはできるけれども、しかもそれはまただから辰巳さんの側のお話なんだけど、 そうじゃなくて斎藤隆夫側の話とかが読めるっていうことで、僕的にはもう最高っていう感じでした。原さんに恋でした、はい、立体的になりますよね。光の当て方がね。そうなんね。で、劇画工房がさ、1959年1月から1960年1月なんだって。でその後新劇画工房っていうのを斎藤隆夫が作るんですけども、あっという間にそれがなくなり、でその流れの中で斎藤プロダクションっていう会社が作られる、うん、で斎藤隆夫さんの実のお兄さん、はい、が、この中にも描かれてましたけど ね、 そうですね、マネージャーみたいな形で作っていく、うん、でそれとはまた別に劇画集団っていう親睦団体なんていうの、親睦団体みたいなのもあったみたいですけどね、うんうん、はい、そんな感じでした、うん、で斎藤隆夫さんすでにその劇画の時代、劇画工房とかの時代から結構な売れっ子だったと思いますけれども、その後、うん、ボーイズライフっていう小学科の雑誌で007のね、うん、漫画家みたいなのをやって、うん、で、それがまさしく劇画漂流の中では、なんだっけ、辰巳さんにね、何読んでんのみたいなこと言って、はいはい、その原作小説を教えてもらってみたいな、はいはい、それがそこに、ハマり読みっていうね、シーンがありました。あったあった、うん。あったよね。そこに繋がっていくわけですけど、それが1963年なんだって。で、その後1967年に週刊少年マガジンで無用のつけ、を連載始めて、それが、この作品の中でも描かれて、あ、無用のつけ今そこにあるんですね。はい、ということです。で、はい、その後、1968年からはビッグコミックでゴルゴ13が始まるみたいな、うん、でゴルゴ13は今に続いていくみたいな、うん、そういう話でございますよね、うん、でその流れの中1970年に、この伊賀さんがアシスタントとして働き始めるみたいな、うんうん、でその当時のことがいろいろ分かるのは本当興味深くて、うん、で、そのアシスタントになって、まずは斜線描くところから始めてた、はい、ね、でその後背景とか模写しろっていうことで斎藤隆夫先生の絵を借りて、それでそれと無用の助のね、生原稿ブルブルブルそれぐらいの進歩じゃないですか。いやでもさ、そこでちょろっと書かれてるだけのことも本当興味深くて、最初は007借りてね、それで書くんだけど、当時はトーン使ってなかったっていう話が出てきてさ、まあだからその60年代後半あたりからトーンっていうのがすごく普及してってっていうことじゃない、うんうん、だその辺もすごい興味深いなと思ったし、うん、それから今度は無用の助を模写しろって言われた時にさ、一コマ描くだけでこんなに時間がかかるみたいなことが書かれてたりして、その辺の感覚とかも僕はすごい興味深いなっていうふうに思ったんですよ、まあ、そういうような漫画と、関わるようなところとか、あと時代の変化のことも結構書かれてて、うん、そもそもトイレ掃除から始まるんですけど、はい、洋式トイレあげろ使い方教えてもらうとかね、はい、こういうところもちょっといいっすよね、まあ、時代田舎からね出てきた朴とつとした青年なので、うん、何も知らず、伊賀さんは東北の出身だから、うん、その当時まだテレビとかも、うん、まあ普及はでも60年代前半ぐらいからし始めるけど、まだどこまで普及してたかっていうのはね、はい、微妙なとこだけどさ、はい、でさ実際その斎藤プロで働き始めたらみんな関西出身で、あ、関西弁使われてるみたいな、で何言われてんのかわからないみたいなさ、はいはい、その辺も僕らの時代だったらもうある程度テレビとかラジオとかそういうのでさ、うんうん、なんかこう関西の芸人さんとかがすごい活躍したりするからさ、共有されてる部分あるけど、それがない時代ってやっぱさ最高だなって思うんだよなカラーがね、はあ、まあそういうとことかね、うん、それからあと、その週末には休みをもらって、オールナイトの映画見てましたみたいな、うん、みんなやっぱ言いますよ ね、 ね、当時の
あの漫画家さんは。これさ、中野オデオン座っていうところがあったっていうのは、あんの中野オデオン座って、今は、ね、あの鍋横はまだありますね。ああ、オデオン座はちょっと行ったことないし、今あるかしょ、うんうん、多分ないのかな、もうね、はい、でも、あ、私中野住まいなんで、中野住まいだから、あ、すごい人なりこんな聖地巡礼ができるじゃないですか、はい、まあね、劇画の人が実際言われてね、映画からすごい勉強してただろうし、見た方がいいとは言われてたのかもしれないです、うんうん、かなり空き時間はね、映画辰巳さんの時も言ってたけど、ね、うんうん、そうそうそう、国立で ね、だいぶ見てたみたいな、ずっと映画見てるんで、うん、こう途中で映画のカットとかもあるんで、だいたいそれ見れば、あ、どんな映画見てたのかなっていうのは分かる、うんうん、まあ結構有名な映画ずらっと並んで、そういうのも面白いかもしれない、うんうんうん、ここですね、例えばローマの休日、あ、そうだね、ベンハーとかね、うん、映画座ってやつです、そうですよね、うんうんうん、映画座に通って多分入り浸ってたんだろうな、オールナイト3本連続みたいな、ね、そういうチェーンとかね、いろいろあったりとか、まだなんていうんですかね、ずっと座ってたら見れた頃の映画って感じですよね、回しっぱなしで、あ、確かにね、入れ替えとかなくてみたいな、うん、オールナイトってでも今はもうあったりするんだよね、きっとね、ね、池袋新、池袋とかだと一部やってるぐらいですかね、うん、企画であとやってる、そう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 、あ、なるほどね、だから毎週とかやってないけど、うん、企画とかで本当都市部の一部やってるぐらいじゃないか、うん、そんな感じか、あと未だに早稲田にはね、名画座が、早稲田少しかね、うん、で私の学生だった15年ぐらい前だと新橋のガード下にも名画座があったり、あそこは、うん、はい、あの純新作みたいなやつが、うん、2本、まあ、座ってるだけでずっと見れるっていう、田舎は昔は大体そうでした、純新作がもうむちゃくちゃなね、あの子犬物語とホラーみたいな地獄みたいなむちゃくちゃだな、このセットみたいなでも昔は全然関係なくやってたって言います、 E.T. の後にランボーみたいな、そういうのもうむちゃくちゃキャーってなる、ラーメンの後に寿司みたいな、そういう感じでしたよなるほどね、今はまああんまないようなね、うん、そういうカルチャーとかがちょっとこの中に描かれていく、そこは本当に興味深いですよ、あとは社員旅行とかもそうなのかもしれないし、そういう意味で言えば、うん、でその社員旅行も本当男だけじゃん、ちょっとすごいよね、でも絶対書けないこといっぱいあったと思います、絶対これはもうすごいいろいろあると思いますよ、これはもう女の話絶対あったろうって思います、なるほどね、博打の話も多分やべえ話あるあじゃあここの、うん、さっき私がチラッと話した、うん、ちょっとやっぱこれその師匠の恥の部分は書けんみたいな、うん、ところはやっぱすごく感じていて、あ、まあ、これはあくまで私の好みの問題なんですけど、うん、そのこれまで取り上げてきた巨匠アシスタントから見た巨匠漫画だとやっぱりちょっと茶化したりする部分あるじゃないですか、うん、でもこう愛ゆえに、で、私たち来るとなんかもっと違う一面見たいみたいな、うん、右側の気持ちがやっぱりあの満足され、うん、が刺激されて楽しいっていう要素を私は結構好きなので、うん、なんか絶対斉藤さんもっと書けないこといっぱいあったのにあの当時だからギリ許された犯罪行為みたいな絶対あるはず、そうそう書いてほしい見たいなっていう句もあったけど、でももうでも無理よこんな、うん、ね、せっかく斉藤社から出てるのにそうだよ、そうだよね、斉藤社だったらそういうことやればさ、で伊賀さんがさよく毎回こう作中で担当する作品いつもよしこれが最後の作品だと思って書き切るっていうのをそうそう最後の方ね、と 2,3 回見るんですけど、多分ねこの作品もきっとその気持ちで、まあ、多分挑んでらっしゃるので、ね、そりゃその師匠の茶化した話書けないよねっていうのもすごくわかるんですよね。そうですね。まあでもこの話はこの作品は全体として最初に斉藤プロで働き始めたということ、うん、でもそれ2年間ぐらいなんですね、わずかね。そうなんですよ、こんなに表紙飾ってるのに意外とすぐ終了しちゃうんですよね。もっと高尾の面白いのちょうだいみたいな、そうそうそう、自分の作品書きたいだろうってまんまと引き抜かれちゃうって、これはでもさっき読んでて一番びっくりしたところです、え、高尾編ここで終わるの、そうそう、この表紙でもっとくれみたいな、そうなんですよ。で、もともと斉藤プロで働いてたその小池和夫ね、うん、小池和夫がまあ先に抜けたりするんだけど、うん、でどんどん抜けていく人がいる中で、スタジオシップっていう出版社っていうかね、小池和夫でかすぎでかいみたいな190ね、これ全部男組システムみたいな感じなんじゃないですか、強いやつでかい、男塾か、男塾システムでしょ、大強引ジャギ的な基本を抑えてるとそうです、ね、そのパワーで大きく見えるそうそうなるほどね、まあ、実際183とか書かれてた、190はある、はい、いや体感スタジオシップができたらスタジオシップの側から引き抜かれる形でそこに行って、うん、で最初はアシスタントとして働くけど、ね、うん、でもその後、徐々に自分の作品をみたいな感じで自分の
作品を描き始め、最終的にはスタジオシップが1989年に、その、なんだっけ、作画室っていうところを解散するっていうことでね、完璧独立し、で、その後今に至るまで、まあ、ちょいちょい描かれていくっていうことで、井川さんの自伝的な、まあ、漫画でにもなってるっていうことですよね。そうですね。で、やっぱ古い時代の、その何、漫画家のこととかはさ、結構やっぱ漫画になってきたけど、でも、このさ、劇画の後の時代、しかも、だからもう斎藤孝夫なんてメインストリームですげえ活躍してた人じゃないですか、その人のことはあんま書かれないんじゃないかっていう気がするんですよ。で、僕はそこが書かれてるのは本当素晴らしいと思う。まあそうですね。もうちょっと時代が進めば出るんじゃないですか。もうちょっとしたら出てくるとは思う。なぜならば亡くなったから。そう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 。そもそもそもこの2人も斎藤孝夫もこういった数も亡くなってますからね、今ね。それも大きいんだと思う。最後まで書かれてますよね。そうですよね。もうちょっともう話してもいいかみたいな気になったら、多分私の好みの、あの、香ばしい、香ばしい、あの、豪快デザスが多分で漫画化されると思うんですよ。あ、なるほどな。なるほどな。じゃまだ喪に服してる感じ。そうそう、まだちょっと、まだ先生の恥は出せんっていう。なるほどね。なるほどね。そうそう、だから僕はだからそこの線辨つけたところ本当素晴らしいなって思ってて、あんまだからこの作家たちの巨大さに比べたらそこが書かれてなさすぎる。で、なんていうの、活字の本、読み物は実はまああったりするわけですよね。で、漫画になってなかったんで、それがなったのは本当に素晴らしいなっていうふうに、思って、おります。そうですね、はい。でもやっぱりその作家さんっていう立場もあるから、そのいろんな作家が出てきたりっていうリアルタイム性、あと独立劇とか、あとなんて割とその G ペンを使ってこのシャープな線がとか、例えばその小島豪石さんのこの墨絵の感じがこうテクニカルな部分のね、視点がやっぱりすごく興味があって書かれてるっていうことだからね。なんか視点がね、それもっとこうなんていうの、現場寄りな感じの部分が厚く書いてるなって感じはしました、ね。そうね。そして そこはもっと掘り下げられそうなね、気もすごいするところではありますよね。そうですね。ちょろっとなんか斎藤孝夫の発言として言われてるのがさ、劇画でデビューした時にもともとは手塚流の丸っこい絵を描けっていうふうに求められたけど、どうしても描けないみたいな。で、G ペンがしっくりきたみたいな。そうそう。で、そのしっくりきた、線に合わせて、作品を作ったみたいな、台風頃はそれでできたんだみたいなさ。で、またすごいドヤ顔でしょ。ドアアップですよ、そこでね。台風頃は本当もう貸し本ですよね、いわゆる。いわゆる貸し本。まだちょっとやっぱ手塚っぽい絵が残ってる感じ。そうね。なんか去年ぐらいに復刻版が出たよね。そうなんですね。なるほど。再評価はこれからっていう感じかもしれない。やっぱでも斎藤さんの絵って言ってやっぱ無用の助からと、で、あとやっぱ真似する人がやっぱいなかったんだなっていう。で、それでこんだけこう、ね、この同じ斎藤スタジオの方々が、これ斎藤さんを真似してっていう、だからこう、なんか印象として、斎藤さんの地図って濃いんだなっていうのが、改めて漫画の中で分かったというか。まあそうですよね。その結構ファミリーツリーみたいなのも丹念に描かれるところがありますよね。ああ、なるほど、そう言われればな、みたいな感じで。まあ、その神田武さん、山崎拓海さん、で、あと、まあ、鹿野瀬作さんとかね、その頃にはもうイラスト、まあ、イラスト仕事もね。イラスト仕事とかもやられてて、完全にこう、あの真似したっていうところではないと思うんですけど、やっぱりでも影響っていうところが、はい、ここまで直接的に書かれた作品ってあんまないですね。そうですね。まあでもそれがだから斎藤プロがあって、その、まあ、ある意味すごい血筋がつながってるようなスタジオシップがあって、そこで働いてた人たちっていう感じですよね。まさにね、そこに今名前が上がってます、作家さんっていうね。やっぱりこれ豪快エピソードが最後足りねえのかなと思ったのが、このなんて語り部漫画家の一人である、すでにもう千葉哲也先生が斎藤孝夫いいエピソード、ね、あー最後ね、ガーッて遅刻して手塚のところに遅刻してドカーッてやってきて、いきなり葉巻をスパスパするっていうこういうやつ持ってちょうだい、あ、そうそう、こういうのもっとちょうだいよって感じでそうそうそう、アンチ手塚としてみたいな、オラついてるところ、オラついてるね斎藤さん、当時はなんかそういう対抗意識も相当あったみたいなこと言ってるしね、この辺なんか接待的なところあって、千葉先生を出せばこのストーリーまでみたいな千葉先生が言ってんだからっていうね、そこがないここまでしか言えないのかみたいな、確かにな、それはあるかもしれない、まだギリがこうギリこう
かやってやっぱセーブされてるみたいな感じます。13回忌までちょっと待つかみたいな、そうだね、そのしがらみは確かにあるかもしれないな。そうですね、ただやっぱ歴史的資料としてはものすごい価値がある、うん、あ、面白い面白い、なんか、まあ、そこからさらに掘り下げていく一つのきっかけとしてものすごく面白いと僕は思ってる、うん、そうですね、そういうことで言ったらだっていろんな人の話が出てきてさ、うん、例えば小島豪石とかもちょっと出てくるけど、ね、小島豪石もアシスタント全部女性だったとかさ、えみたいな、ちょっと大丈夫かみたいなね女性の色気が ね、でも当時だから女性作家に憧れられるようなそういう感じだったっていうことだよね、うんうん、綺麗な女性が描かれて、空気感とかこれ知りましたね私もね、うん、でまた小島豪石がドドーンってドヤ顔でシャドウ多めでこう、そうそうそう、あごの影がすごい、うん、すごいっていう、えらいこっちやめっちゃ面白い、これがいい、この帯にもなってるね、えらいこっちゃってそうね、まあそれもそうだし、あと狩谷哲とかもねちょろっと出てきますけどね、狩谷哲とかね、あのおいしん坊を始める前の話とかね、でもあのまさにのエピソードはもう、はい、まさに、ダメだよ、貝原ユーザーみたいなのって言ってね刺身は台無しだうるせえな来た来たと思って、そうそう、私たちが見たいやつですよね、そうですこれこれ出た出たみたいなうん、ちょっとね割とこういうところでそのなんてどこの足についてたかという関係性とか ね、こういうのはやっぱり現場の人がこうだからすごくよく書いてある、うん、いやいや雲と貴重だと思う、ね、残ってるかもしれないけどやっぱすごい貴重だよな、うんうん、ああなるほどってこう見ると分かるなってところありますね、うん、絵で言うとやっぱりこのご自身自体、うん、自身がやっぱこの斉藤さん、うん、小池さんの歴史なんだなっていうところで、うんうんうん、もう漫画として実践してる、実践してるね、生き証人って感じだよね、はい、本当に最初に親からこう漫画家になること反対されるのかなと思ったらこういいよって言われるシーンとかも、うん、後ろの障子がちょっと破けてたりとか、漫画基礎力すげーみたいな気づかなかった、ベタすぎるけどやっぱすげーみたいな、漫画基礎力はねちゃんと抑えてる、でやっぱその引き抜かれて悩む時もこうタバコをくらしてこういう風に、腕を後ろに組んで、こう悩むところとかもこうすげーベタな悩み方だけど、そこの風情とかがやっぱり、うん、いいなーとか、だからクラシックすぎてちょっと笑うっていう、まあ、そうだでもさだから真面目だけど笑うよね、笑っちゃうんですよ、ね、これをだからさこの絵柄で漫画を読んできたかどうかは結構あるかもしれない、あそうですね、うん、そう、うん、読んできたらちゃんと笑うと思うけど、でも相当今っぽさに寄せてくださってはいると思う、あそうなんだ、わかりますね、わかります、うん、なんか前さ言ったトリリオンゲームのさ、はいはいはい、あ頑張って今風に寄せてるみたいな感じはちゃんとありますよ、ね、ここにあの鬼っていう本人が書かれたのは、ね、はいはい、やっぱこっち黒いですからね、あすごい黒だし、ね、墨絵でこれビジネスジャンプに載ってたっていう、あそうですね、そうなんだね、本当だ、はい、ビジネスジャンプか、いやこれもでも最高ですけどね、だいぶ最高でしたか、鬼とレイザーと見せたと思ってきたんですけど1話目で両方主人公の足が切れてるっていうもう欠損描写がすごいダイナミックすぎる、ホドロフスキーかっていう感じだけどな、小池和夫さんが足がのはカラーの方ですね、あそうか、あ小池和夫そんなこともやってんの、はい、やっぱ小池和夫イズム最初になるとどうやって、うん、つかみキャッチするかっていうのは人体欠損だって漫画の中にも出てくるけどいきなりあの女性を裸で走らせるとかそう、もういいか埋めすぎるみたいな、もうハッタリだけみたいな反対から先に考えてたもん、そうそうそう、そしたら気になるだろう、まあ、なって確かに、でも一方で小池和夫のなんかこうほら劇画村を作るみたいな話も出てくるじゃないですか、富士山の構想、そうそうそうスカイウォーカーランチかみたいなさ、いやでも素晴らしいなって思う、下手したらオウム真理教だぞ本当だよねいやだから漫画があの劇画の時代の後すごい景気の劇画が終わって、まあ、終わったっていうか劇画の時代の後の景気が良かった時代に持ち得たようなある種の幻想とかさ、そういったものが感じられる漫画っていうことで僕は本当に素晴らしいなって改めてねこれは思いましたもうみんなの勢いがすごいですからね、吹きまくりますからもうだってどんな売れてる漫画家でもさ、村作ろうぜっていう義務を持つこと今ないもんね、まあそうね絶対ないコワーキングスペースぐらいだから今ね、そうだね、やっぱ夢のスケールが違うよ、違いね、うん、違うね、うばすて山みたいになっちゃう今作ったらね、うん、もう、うん、まあ、連載を9本抱えてた人たちだからやっぱり、いやこの月産だって500ページとか最初出てきてさアホかみたいな、いや無理っしょっていうで、まあ、15時間働いたの俺たちみたいな、うん、そうですよね、
そういうね、ありし日の、漫画のに思いを馳せる、素晴らしい作品でございますね。はい、ということで今回は原のおすすめ作品として、伊賀和弘さんの劇画の神様、斎藤孝雄と小池和夫の時代を取り上げました。次回なんですけど、次回はまた、ゲストが、来てくれます。脚本の仕事をしている渋谷七海さんが来てくれることになってまして、渋谷さんのおすすめ作品として南キュートさんのボール&チェインを取り上げます。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。はい、ここまで4回にわたってで、八橋俊之さんにゲストとしてご参加いただきました。八橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。2年ぶりに出演いただいていかがでしたか。変わらずあのいい雰囲気で迎えていただいてありがとうございました。何をおっしゃる、はい、嬉しかったです。はい、もうこの、まあ、あのお会いいただいたのが1ヶ月ぐらい前だったんですけど、はい、全く毛色の違い4冊で、うん、泉田さん、ドクダミの花咲く頃、ね、泥の女通信で最後この劇画の神様 ね、いやもうクラクラするというか、あのもう一旦ちょっとバンドデシムの方にまた、もともとはね海外漫画がすごい好きなっていう人ですもんね。はい、すごい読んでらっしゃる。はい、いやでもあの準備も含めて楽しい時間だったので本当ありがとうございました。ありがとうございます。はい、またぜひご参加いただければと思います。はい、ますということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と多田と八橋がお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。